あ、皆さんどもども、今回は番外編ってことでタイトルにもある通り世界一嬉しくない M バッジです。嬉しくない M バッジってなんだよ。いやまあこれ見たらわかるって、これは昨日リーさんと一緒にミッション回収してたんですけど、その時の映像ですね。乗っているのはイギリスティア8系戦車の FV301。マップは港湾なので対岸取りに行きたいんですけど、相手にルーちゃんとドイツブルがいるので嫌だなとか思いつつ演武炊いて真っ先に取ろうとはしてました。しっかりと演武を炊いて有利ポジションを取ろうとしてるんだな。さすがだぞ。ここは対岸取らないときついですからね。ルーちゃんが見えましたが、甘いルートだったので奥まで入れると確信。ドイツブルが来てなかったのは幸いでした。そしてミニマップを見る限り重戦車が来てないので、あーこれ負けたかなとか内心思ってました。外してるのくさ、やめてみないでエイムないとかそんなんじゃないもん。次こそは当てますよ。わじゃねえよ。おいやべえよやべえよ。ルーちゃんと TPM 一緒くらいだけど、榴弾貫通されたら負けるんだよね。でババ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 バッペン、なんでバッペンが対岸来てんだ。これ押し込まれたら死ぬんだが、でも引くに引けないし、ここでハルカーとか思ってました。ていうかバッペンの対岸取りを許す味方やばくね。そしてこのバッペンかラインメタルか知らないけどナイス援護すぎました。まずここでルーちゃんをやりますわよ。でバッペンの平地を削っていきたいなーなんて思ってたんすけど、ハルダウンすればなんとかなるやろとか甘い考えでいたら、なんかバッペン君に引き込んでるんですよね。ということで榴弾撃撃タイム。一瞬でゲーミングのサーバーが落ちたのかと思ったけどそうでもなさそう。コーヒーこぼしたんやろな。まあまあ15センチの脅威から逃れられて結果オーナーってことで、そしてアマドイツブルに一発入れるわよ。あ、たまにも作戦会議開始やね。ここひなちゃんボイスは復活しました。この間パステルパレットガチャ引いたらこうなったので、僕はもうひなちゃんから逃げれないんすよ。あ、逃れられない。そうこう言ってる間にこれもう弾頭狩りになりつつあるんすよね。黒含めてるし、味方のヘルスには余裕があるし、ただただ美味しいだけっていうこれもうわかんねえな。ちなみにこれ味方の動きも怪しかったので、なんか勝てたって感じですね。要は敵も味方もひどかったって話。運抜き放題。ちなみに FV 君はグッズ乗りやすいから開発したい人はしてどうぞ。想像がない最後が完璧レベルだから、クレジット収支は悪いけどな。ダメじゃん。俺にハルバロリがいるし関係ねえ。そしてドイツブルが対岸来たことを確認したので相手することに、ようやくまともな打ち合いができそうとか思ってたんですけど、あのドイツブルくんグッズ動きやねえんだよな。これがまた、ちょっとそこ報道見えてますよ。ドイツブルくんかわいそう。クレジット稼ぎようとしてドイツブル欲しいんですけど、誰か買ってくれませんかね。ご時期に対して、まあもうこれヘルスさ増えたし、一発もらってでも確実にやりに行くかとか考えてました。まあ僕レベルになると一発も食らえませんけどね。水に溶かっただけでカッコつけてすみませんでした。自覚しているプラスミロヨミロヨケン。まあ、多少はね、あとはパパパッと囲んで終わり。いやーなんで勝てたのかこれもうわかんねえなー。まあ、まあ勝ったからよしとするか。普通にルーちゃんとドイツブルが対岸してたら負けてたなーって思います。ということで戦闘終了。これで M バッジだもんな。こいつはもう M 回収してたからよかったけど、回収してないのでこれだったら悲しくなりますね。ではでは短くて申し訳ないですが今回はこの辺でー。